はーい、川崎の昔話第1巻萩坂昇作今日は第23話お逃げ橋さあどんな話かなー昔々中丸子村と 平間村の境の一本橋のそばにおっかと息子の二人暮らしの百姓が暮らしていたと息子が一人前になったんで川崎の宿場から嫁さんをもらった日立てのいい嫁さんで 舅父や夫によくつく使え畑仕事にも精を出していた。だけどな舅は嫁さんのどこが気に食わんのかいつもいじめていた。そして恩んだそうと思うようになった。秋も深くなった時だった。 村の神社からは秋祭りのお囃子の笛がかすかに聞こえてきた。その日息子は親戚に用事ができて泊まりがけで出かけていった。嫁さんは夫の分まで働き、 夕飯の支度をしようと帰ってきた。舅は嫁にご苦労じゃったとも言わずにいきなりちょっくら川崎の宿まで行ってくれ。祭りも近くなったから赤赤飯を炊く色を 借りてきてくれ」と言いつけた。「はい、それでは日のあるうちに行ってまいりましょう」と嫁さんは野良木のまま川崎の宿へ急いだ。里の親は久しぶりに帰ってきた娘を迎えて喜んだ。「せっかく来たんじゃ泊まっていきな」。 とお茶を勧めたが嫁はシュートさんが待ってることから待ってるからと話もそこそこに帰りじたくを始めたそんなら祭りが済んだらゆっくり来いよ旦那とシュートさんを大事にしてやってくれろ 里の親は嫁さんが見えなくなるまで見送っていた。秋の日は短かった。嫁さんが玉川べりの女体神社に、神社のあたりを、あたりまで来ると、とっぷりと暮れていた。 まだ中丸子ではかなりの道のりだ。途中で悪者にでも襲われたらどうしようか。嫁さんは女体神社の前にぬかづき、女体様やどうか私を無事に家へ届けてくださいませ。 と一心に拝んだ嫁を里へやった舅は村の神社の拝殿の中へ忍び込みそして祭りに使う鬼,面を鬼の面を探すとたもに隠して持ち帰り 一本松のすすきの中で嫁の帰りを待ち構えていた。秋の冷たい風がすすきを揺さぶっていた。嫁は暗い夜道を石や草の根につまずきながら帰りを急いでいた。 糸のような細い月がわずかな光を一本松に投げかけていた。やがて嫁さんが一本松に差し掛かると嫁さんの顔は弁天様のように美しくしかも金色に輝いていた。 鬼の面をつけて嫁に嫁に飛びかかろうとしたシュート,シュートは目がくらんだそして自分の姿が浅ましくなり慌てて面を取ろうとしたがなかなか取れない取ろうとしてももがきもがくほど面は 顔に食い込んでくる。とうとう、しゅは苦しくなり、倒れてしまった。優しい心の嫁さんは、助けを起こそうとして、しゅの体に触れると、鬼の面はポロリとすすきの中に落ちた。 あら、お母さんでしたか。遅くなってすいません。どこかおけがはありませんでしたか。と言って嫁さんは、舅を優しく抱き起こしてあげた。舅は自分のしようとしたことが恥ずかしくなり、今までの嫁いびりを誤り、 息子と三人で力を合わせて働くことを約束したそれからなこの一本橋は鬼橋と呼ばれこの辺りを鬼ヶ島というようになったそうじゃおしまい